い、じゃあこれより山田太郎小種学校1158期生の21分の1成人式を行いたいと思います。はい、じゃあプログラム1番、じゃあ恒例の、みんなの将来の夢について聞いていこうと思います。じゃあ、七子 A さんから順番にちょっと発表していってください。はい、将来の夢は胎児です。お、素敵な夢、頑張って。はい、将来の夢は胎児です。お、素敵な夢、頑張って。はい、将来の夢は胎児です。お、素敵な夢、頑張って。はい、将来の夢は胎児です。捨て夢。はい、将来の夢は胎児です。はい、捨て夢。はい、将来の夢は胎児です。はい、捨て夢。わあ、先生、七子じいさんが死んでます。え、まあ残念やけど、じゃあ七子じいさんはもうここまでということになります。でもみんなな、今日はじいさんのおかげですごく大事なことが学べたと思う。当たり前じゃないよな、21分の1成人式が迎えられることって。当たり前じゃない、じいさんみたいに命を落としてしまう子もおるっていうことをみんなには分かってほしい。だからみんなはじいさんの分まで全力で卵子目指して走り続けて、なんとか受精を勝ち取ってほしいなと、そう思います。うん、じゃあちょっと気を取り直しな、記念撮影するからみんなそこ集合してくれる？うん、そうそうそう、そこ集まって。動いたらあかんで、写真撮るからな。うん、しょ、今のうちへ。